それではですね、竹岡さんの愛車がこちらでございます。はい、こちらです。さすが、フォルクスワーゲンのシロッコ R です。ありがとうございます。やっぱジャーナリストが乗る車だね。あ、そうですか。うん、ちょっと改めて紹介してください。うん、はい、これはフォルクスワーゲンのシロッコ R っていう車でですね、ベースはこれはあのね、5世代目のゴルフなんですよ。うん、でそれのまあ2ドアなんでクーペタイプの車で、日本に最初来たのが2009年かな。うん、ただシロッコってもうもっと前ね、昔に初代のがあってずっと空いてたんですよ。うん、でかなり期間飛んでポンと出てきたのがこのシロッコ。うん、でこの R は、その普通のシロッコの、まあ、ハイパフォーマンスバージョンになります。うん、パワーが256馬力。お、はい、これいつ買ったんですか。これ2010年。あ、新車で買ったの。中古は中古だったんだけど、うん、ちょっと走った中古。新古車みたいな。そう、新古車みたいな。2010年に買ってずっと乗ってて今ね12万6千キロぐらいになっちゃった。12年乗ってんのに綺麗。めっちゃ綺麗でしょ。そうなんですよ。いや僕さっき見てね、あ、竹岡さんの人柄がよく分かった。物を大切にするなって。ありがとうございます。いや本当だよね。でね、この車ね、僕も大好きで、よかった、本当買おうと思ったことあるんですよ。でも絶対買わないから。いや、いいのがなかったんだ。あ、いいのがない。で、ね、ちょっとこれ、ね、一番のポイントは、僕が言うのも変なんですけど、後ろ見てください。後ろいや、いや、これ本当にそうなんですよ。何がすごいかっていうと、この後ろのグラマスの、ほら、そう、こっからこのグラね、そうなんです、かっこいいんですよ。綺麗綺麗綺麗な首で、これもグラマです。あのテリーさんが持ってる、あのほらバギーみたいな、あ、そうそう、あれももうちょっと濃い色みたいな。そう、僕実はバギーも持ってるんですけども、そのバギーに似てますよね。似てる似てる。でもこのシロッコ乗ってる人はかっこいい。やったー。いや本当にすごい。これいいとこなんですか。いや、これはね、あの同時にゴルフ R っていうのとシロッコ R っていうのが同じに出たんですけど、ゴルフ R は4駆で、これ2駆なんですよ。ただその代わり120キロぐらいゴルフ R より軽くて、ただゴルフ R は第6世代のゴルフがベースだったから、こっちの方が古いんだけれども、どう見てもかっこいいじゃないですか。かっこいい。当時 FF 最速で、だからもうハンドリングもいいし走りもいいし、なんて言ったってかっこいいと。音も結構ブロン。ちょっとエンジンかけてください。ブロンですよ。結構ブロンですよ。じゃあエンジンかけますよ。いいですか。はいはいはい。おお。2リッター？2リッター。こんなね、低めの音がなかなかいいでしょ。マフラーノーマル？ノーマルです。いい音するね。そうなんです。これね、ほとんどフルノーマルで、タイヤとホイール変わってるぐらい、あとパッド変わってるぐらいです。ちょっといいですか。どうぞどうぞ。これ欲しかったな。この辺がなんかね、あ、10万キロ以上乗ってるなっていう感じ。あ、そこね、そこね、ちょっとね、取れてきちゃって。あ、すごいんですよ。シートがさ、新車みたいだね。あ、でもそう、あんまり下手ってないでしょ。全然下手ってない。全然下手ってない。しっかりしてる。いや、ツードアクーペってやっぱ車好きだよね。あ、そうそう。買いたいけど買えないんだよね。まあそうですね。みんなやっぱりあのなんか例えば友達に乗せることとか、いろんなこと考えちゃうと便利じゃないじゃない。だからなんか気取ってるわけだよね。それがかっこいいんだよね。まあね、だってね、これ超不便なんですよ。ちょっといいですか。ドア長くない？すっごい。ああ、長い長い。すごい長くない？確かに。長い。怖いね。そう、乗り降り大変。それこそさ、パーキングでさ、この辺にしとかないとトイレぶつかっちゃうよね。そう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 。意識するよね。いや、もうすごい意識します。その割には全然汚れて、いや、そうなんですよ。すごい意識してるから、いつも自分が汚れても車を開ける時にこうやって開けるでしょ。そう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 。ね、俺もそうなんだよ。もう僕も車好きだから、相手に迷惑かかるといけないから、必ずこうやって開けて、自分がぶつかってもいいから、そうそうそう、そう、相手の車に傷つきたくないって。え、その指いい。そうなんですよ。意外と俺ね、この指いいよ。いい人に見えてきた。そうなんですよ。いい人じゃなかったですか。いい人。いや、だってさ、1年に何回車買い替えるのっていうぐらい。車にね、愛情がないんですよ。細かく愛情あるじゃないですか。違う。いや、相対性買い替え。そうね。買い替え。あっちの方がいいと思ってる。だからね、あのキャバクラ行って指名した子よりも向こうの方がいいと思ってる。あっちの子はいいって言い出してる。いるいる。そういうやつ。そういう客いる。僕はひどい男なんです。さあ、今回はモータージャーナリストの竹岡さんをお迎えしまして、はい、ありがとうございましたが、いかがですか。素晴らしいですね。おい、言ってることは全部センスいいし、やっぱりこういう人が選ぶカーブザイヤーは本物ですね。ね、はい、本当ですね。土屋さんは素晴らしいです。これで4ドアだと、ああ、まあ普通だな。あ、だけどクーペに乗ってるっていうね、2ドアクーペ、
これがやっぱジャーナリストだね。あ、うん、センスを見せられたって感じですね。あ、車好きなんだな。そうそうそう、なんかそんなに褒められると恐縮しちゃって ねさすがですよ。いやいやいや、うん、どうでした。いや私はなんか、うん、やっぱりこのその世界を知らなかったので、うんうん、やっぱなんか人好きなものってやっぱ仕事にもちろんなるし、うん、突き詰めていくとなんか世界広がるんだなっていう話を今日は、うん、へーと思いながら聞いてました、うん、あのうちのですね、はい、瀬尾さんは車を欲しがってるんですよ、うん、例えばどんな車がいいと思います、うん、あ、普段運転してるんですか。全然できないんですよ。じゃあやっぱりあんまり大きい車じゃなくて、そう、ちっちゃければいいらしいです。手足感覚で操れるような車がいいですよね、うん、はい、あとはいくらぐらい出すか、うん、持ってるんですよ。金を持ってる。金を持ってる。まだ難しいな、それ金を持ってる。700万持ってますからね。使わないから。使わないから。で、ちょっと後でまたご相談で。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。